っちゃ勉強させられた気がする。あ、そうですね。僕はまあ一言で言えば、まあ、楽しかったなって思います。それは、まあ、授業とかぶっちゃけうーって思うところもあるけど、でもまあ友人と過ごす時間が僕はすごく楽しかったです。どうですか？俺も、本当に思ったより勉強させられたんですけど、あ、その分、うん、あ、友達ができればめちゃくちゃ楽しいんで。そうですね。自分はやっぱその理系っていうのもあって、必修科目が文系とは違って多いんですけど、その分があの少ないグループで密な関係が4年間で作ることができて、逆にその濃い時間4年間過ごせたかなって思います。1から3年生までは授業としては実験があるんですけど、本格的な研究室配属されての実験っていうのは4年生になってからになります。そうですね。1、2、3年生はその授業、必修の授業を受けながら、まあ、週に1回か2回実験があるんで、まあその間はちょっとレポートとか終わりたりするんですけど、基本的に、まあ、自分の研究分野を持ったりするのは4年からなので、まあ、それはそれで違う楽しさと差があるんで、なんかあれですね、いろんな分野が自分で選択できる。なんか理学部とかだと一個のものに絞られちゃう、科学だっていうのするんだけど、でうちだと結構それこそ1年か3年の間にいろんな数学、物理、科学、生物いろいろ学ぶこともあって、受験でもそういったいろんな分野を自分で選択することもできる。自分は大学院1年なんですけど、あのこのこちら2人が4年生で、4年生の時に研究を1年間して、まあ、その研究はまあ辛いことももちろんあったんですけど、すごくどんどん解明していく上で楽しいこともいっぱいあったり、面白いことも見つかったんで、それはすごくいいことだったし、まあ、そういうこともあって大学院っていうのを選択もしたので、すごく面白いなと思ってます今は。はい、他の工学部の学科に比べると女の子が多くて、女の子が一番多いです。確かに周りを聞いたら、やっぱだいたい1学科100人ぐらい入る、100分のだいたい自分の友達の学科とか2とか3で聞いてる。うちだと意外と3割4割ぐらい。どうしよう、男からしたらラッキー。あと女の子からしたら、まあ工学校の中では入りやすいから結構大事的に、うん、実験とかもう一緒の班になって、結局学籍番号順で分けられるんで、そのなんか女の子だからっていうのはあんまりないんで、その辺で仲良くなれるし、まあ、お互いもう必修のレポートとか課題とかに追われるんで、結構 LINE でも、まあ、お互いに課題についてっていうのはあるんで、まあその点でもなんかコミュニケーション取れるかなと思います。それこそ高校生とか特に大学でなんか彼女欲しいとか、欲しいとかなんか工学部だとやっぱりなかなか出会いがないなとか思うんですけど、うちだと意外とその学科内で付き合ってる、科学システム内で付き合ってるカップルがいるな。そういうところはちょっといいかなって。そうですね、なんかそもそも理系っていう時点で、まあ、文系の方と比べるとちょっと有利なのかなっていうのがあって、やっぱりなんか説明会の時点でもなんか理系専門の説明会があったりだとか、やっぱりなんかこう、まあ、理系なのでそれぞれの分野、例えば僕らだったら科学とか、まあ、機械の人だったら機械だとか、そういう分野が1個あるだけでもやっぱ企業の人からしたら結構反応が良かったりするんで、その点はなんか入った学科で、まあ、自分なりに好きな分野を1個見つけたら企業の人からも話聞いてもらえるんじゃないかなと思います。うちの科学システムだと、科学システムの学科専用の就職案内が、それを支援してくれるっていうのがあるんです。その説明会とかも科学システムのためにやってくれるみたいな、そういうのもあるんで、就職ってなるとかなりやりやすいとは思います。そうですね。やっぱりその分野において強いというところはすごくあると思っていて、まあ、そうです。入ってから自分の選択肢を決めるのもいいと思いますし、まあ、そういう風に入ってこの道だと思ったら、その学科が方向を出してる道っていうのは結構有利な部分が強いと思うので、まあ、そういう点ではすごくいいのかなと思います。自分は
結果で言うと受験失敗してここに来てるんですよ。カットしてほしい。そうですね。うちの学科はわりかし単位も取りやすいんで、でしっかり自分がやりたいっていう学問をそれ人それぞれ学ぼうとしたら学ぶことができる。まあ自分がやりたいことと本当プライベート遊びとかも全然充実できると思うんで、ぜひ来てください。そうですね。そしたらそうですね。まあ高校生に向けて。まあ、今いろいろ頑張ってると思うんですけど、でもしうちの学科来たらやっぱりそのさっき授業はとか言ったんですけど、その授業の中でも大変だけど、その中でも他の友達とかそれこそ女性とかと協力し合って、その中でまた絆とかも生まれていって、すごくプラスの影響が大きいと思うので、あとは研究室配属されてから自分がやってる研究っていうものもなかなかうまくいかなかったりするんですけど、その中でもなんか新たな発見を見つけたり、うまくいったりして、そこでいろんな感情が組み上げてくるので、ぜひうちの学科に来てほしいなと思います。そうですね。自分が高校生の時はなんかこういろんな人からここ受けろここ受けろって言われると思うんですけど、やっぱ最終的にはこう自分の行きたい大学に行くべきじゃないかなと思いますし、まあ、なんか例えばその、まあ、行けなかったとしても、まあ、留年というか浪人するのも一つの手だし、なんかまあ自分の行きたかった場所に行けなくても、もしかしたらその行った先で本当に自分のやりたいことが見つかるかもしれないんで、なんかめちゃくちゃ勉強してると思うんですけど、まあどの道楽しい未来があると思って今勉強頑張ってもらえればいいと思います。